薬物事犯で検挙される少年が増えています。入手しやすくなっているという状況はあるのかもしれません。こう話すのは香川県警で少年の非行防止を担当する村尾隆之課長補佐です。県警によりますと大麻取締法違反の疑いで検挙された10代の数は2021年から急増。先月には17歳から19歳の4人が相次いで逮捕されるなど、今年に入ってすでに6人が検挙されていて、例年を上回るペースで増えています。薬物に対する、特に大麻に対しては危機意識が低くてですね、海外では合法だから大丈夫だとか、一度やってもやめられるといった誤った間違った認識をしている、少年が、非常に多い。より強い依存性や副作用がある薬物の使用につながる恐れがあるとして、ゲートウェイドラッグとも呼ばれる大麻。SNS の普及により国の内外の人と交流したり情報を交換することが簡単になったほか、1グラムあたりの末端価格が覚醒剤など他の薬物に比べて安いことなども若者の間で大麻が広がっている要因と言われています。そこで県警は薬物犯罪などを未然に防ごうと、県内の小中学校で毎年非行防止教室を開いています。大麻は一度でも使うと来年になるかもしれません。その周りの方も多いですので早くしてください。警戒は丸です。大麻の所持など身の回りに潜む犯罪の危険性や陥りやすい点などを紹介し、犯罪に巻き込まれないよう注意を呼びかけています。薬物は非常にこう甘い言葉、優しい、感覚で、近寄ってきます、闇バイトも同じですけれども、そういう甘い言葉には必ず裏がある、いいことはないという思いを持って、これからの生活、日々を過ごしてほしいと思います。